友也の小部屋へようこそ。このコーナーは里崎と女子プロゴルファーの皆さんが楽しくお話しするコーナーです。山里プロ登場です。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、はい、今回はおはがきが来てます。おー、あ、かわいい。で、これなんかしてます。カモメ。お、正解。お、よかったです。はい、ペンネームてるてるサブマリンさんから来てます。はい、いつも楽しく拝見しています。佐々木さんに質問させていただきます。佐々木さんはプロ野球現役時代、オープンスタンスでのバッティングフォームでしたが、野球とゴルフでボールを打つ際に全く違うことはありますか？また野球の時の癖などゴルフをする上で意識していることはありますか？っていう質問です。おー、全くありません。野球とゴルフは、でもプロゴルファーの皆さんもなんかティーバッティングしたり野球の練習取り入れるじゃないですか。はい、最近よく見ますよね。ね、結構ね、はい、やってる方いるじゃないですか。そうですね。だから私も逆に里崎さんと一緒で野球そうなんですよ。野球からのゴルフなので、はい、なんか今更やることはないんですけど、ね、はい、野球してゴルフやると野球に影響しないですかっていう人いるんですけど、はい、あ、そんなやつは多分練習が足りないんですよね。だってそうですね。もう、はい、何千回何万回ってパッと掘ってきたのに、うんうん、たかが一回ゴルフ行ってへぼくなるようなやつダメでしょ。だってないでしょ。そうですね。野球してゴルフへとくさんなんないでしょ。なんないですね。バッティングセンターも普通に行きますし、うん、私も好きなので、うん、普通に、まあ、ちょっとはゴルフスイングになると思うんですけど、うん、ボール普通に当たりますし、あとね、野球の打ち方でゴルフするともう失敗するんですよ。ああ、そうですね。だって野球のいいって言われてることがゴルフじゃダメなことが多いんで。だからまず一つ、野球ってアウトサイドインなんですよ。うん、アウトサイドインのアウトサイドなんですよ。はい、ゴルフでアウトサイドインのアウトサイドしたらもうどんだけ曲がっていくんやっていう。そうですね、はい、確かにそうかもしれないですね。で、野球ってちょっと自分から溜めて踏み込んで若干スウェーして当てに行くじゃないですか。ゴルフで溜めて若干スウェーして当てに行ってもうドゥイーンって行くしかないんですよ。そうですね。野球でいいって言われてることがゴルフじゃダメなんですから。だってボールの内側に入れろって言われるじゃないですか。野球ってよくグリップエンドからってやっぱ野球そうですよね。こうやって内に入れろ、はいはいはい、ボールが来たらこの内に入れるんや、うん、でこうレフトファールでもスライス回転かかってフェアにこう来るようなイメージじゃないですか。あ、そっか、全然違う。ゴルフでそんなことしたらもうコースまたいでいっちゃいますよ。バラバラですね。だからね、てるてるサマリーさん、お便りねくれて納得する答えを出せませんでしたけども、今日の一言です。ゴルフして野球が下手くそになるやつはそもそも練習が足りねえんだよです。